左から、ピーナッツ、キャラメル、イチゴの断面チョコボールは、森永製菓が発売している、チョコレート菓子である。ピーナッツやキャラメルなどを包含した休憩のチョコレートで、複数種類が発売されている。製造工場は森永製菓小山工場。チョコボール箱上部にある、くちばし様の取り出し口側面に、金のエンゼルと銀のエンゼルが一定数印刷されており、金は一枚。 銀は5枚で、おもちゃの缶詰と称する缶入りのオリジナル玩具詰め合わせと引き換えられる。森永は1967年からチョコボールを使用し2008年に商標登録したが、名刀産業がアイスクリームに特用チョコボールの商品名を使用していたため2009年に使用中止を求めると、森永の出願前である1959年以来使用して広く、 高知となっていることを理由に先使用権を主張した。2011年2月に商標権の侵害で商品の販売差し止めと6000万円の損害賠償を求めて提訴したが、名東産業が特用チョコボールの商標で商品を製造して販売することを認める内容の和解が2012年3月30日に成立した。夜子で金のエンゼルが出るまで開封し続け、 金のエンゼル出現まで2100箱以上、銀のエンゼルは60枚であった。ロケ3つの企画、目指せ。金のエンゼルテクテクモグモグ。ブログ旅では、金のエンゼル出現まで3618箱、銀のエンゼルは69枚だった。おもちゃの缶詰は2006年時点で月平均約2万個を発送しており、当選確率は非公表で、 風乳物の詳細は担当者のみが把握している。製品原材料の配合は風味に大きく影響しない程度で年ごとにわずかずつ改良している。ありがとうございます。